にちは、ブルーホースです。今日からね、いよいよ新しい心理学の話に入っていこうというふうに思います。今日は脳科学を混ぜてやっていきますね。アイデアを出すコツという話でやっていきましょう。これはですね、バルイラン大学というところでまあやった実験なんですけれども、今日はですね、どういう人が対象になるかっていうと、新しいアイデアを出したいと、仕事でもいいし日常生活の中でも OK です。でそれから浮かんだアイデアはあるんだけれども、なんかちょっといまいち物足りないんだよな、深掘りしたいな、でも時間がなければ深掘りもなかなかできないという、そんなお悩みを持っている方にヒントとなる動画を今日は話していきます。でこのバルイラン大学っていうところが一体何をやったのかというと、人の脳の働きについて調査をしたんですね。脳って結構不思議なんですけど、どんな時に活発に活動しているのかなっていうことをまあ掘り下げた研究なんですね。でこれっていうのは3つの実験を行いまして、まあ、3つの流れに沿って実験をしたっていうのが正しいですかね。で1つ目は参加者全員に語彙連想っていうのをやってもらいました。で参加者の半分っていうのは7桁の数字 1,2,3,4,5,6,7 とかねを記憶しながらとあるタスクを行ってもらいました。で残りの半分っていうのは2桁の数列12とかですねを記憶しながらタスクを行ってもらいました。で語彙連想って一体何かっていうと、語彙連想タスクでやってもらったんですけどね、何かっていうと、一つの言葉に対して連想した言葉を瞬時に返すゲームっていうものですね。例えば犬って言ったら首輪とか、猫って言ったら爪みたいなね。でちなみにできるだけ元の言葉から離れたユニークな回答が出るとポイントが高いというものですね。ゆず彦、ひばりちゃんってこのネタわかる人いますかね。あのあたしんちのね、次男坊というか、まあ、長男だけどね、のゆず彦が、ファンクラブの人からひばりちゃんって呼ばれてたっていうネタがあるんですけどね。で分かる人いたら嬉しいです。で脳っていうのは負荷によってアイデアの浮かび方が変わるぜっていう結論が出たんですよ。で実験を繰り返して分かったことなんですけど、7桁の数列を浮かべながらタスク取り組んでもらったグループに関しては、当然7桁って数多いですから脳の負荷が大きいんですよね。だから語彙連想の創造性っていうのはレベルが低かったんですよ。白は黒ってね、もうオセロとかね、そういうねところがあって、まあ、結局は白黒つけるっていう色同士でしか思い浮かばなかったということです。それから2桁の数列、ね、脳内の負荷が少なかったグループに関しては語彙連想の創造性のレベルっていうのが高かったんですね。まあ、白って言ったら雲が浮かんだとかね、もう全く別じゃないですか。色は確かに同じかもしれないけど、ね、普段その日常であまりこうね意識して見るようなものじゃないじゃないですか、雲っていう、そういうのが浮かんだということですね。で脳へかかる負担によってアイディアの出やすいとか出にくいっていうのが変わったよっていうことなんですよ。でちなみになんですが、脳の処理スピードっていうのも脳の負荷の具合によって影響があったという結果が出ていると。で、それっていうのは脳の負荷が小さいグループっていうのが大きいグループに比べて回答が早かった上にアイデアのレベルも高かったと。だから、白って言われたらすぐに雲って浮かんだし、回答もレベルも早かったと。一方で、脳の負荷のレベルが高かったグループに関しては白。黒みたいな感じだったっていうことなんですよね。でこの結果から何が言えるかっていうと、脳は大きくモードが2つあるんじゃないかっていうことなんですよ。それは探究モードと活用モードっていうものがあるということなんですね。でそれぞれ一体何かっていうと、探究モードっていうのは好奇心がアップしている状態なんですね。新しい情報を求めていると。例えば新しい旅先に行けば、まあ、いろんな観光地を回りたいって心を躍らせて活発な活動を行うようになるんですよ。あっち行こうこっち行こう、こんなもの食べよう、あんなもの食べようってね。で活用モードっていうのは好奇心が低下していて慣れ親しんだ情報に頼るんですよ。旅行から帰ってきて自宅に着いてクールダウンしてふーって日常生活に戻していくという、そんな状態です。で人間っていうのはこの2つのモードを切り替えながら生きているわけなんですね。でこれっていうのは別にどっちがいいとかっていうわけじゃなくって、バランスをとっておくことが大事なんですよ。探求モードばっかりだと脳が常にフル回転をしているので、まあ、常に危険な状態なわけなんですよね。一方で活用モードばかりだともう考えることも浮かぶアイデアも同じものばかりだから成長が停滞しちゃうっていうことなんですよ。で人間って一体どっちのタイプが、まあ、初期値なのっていうと、実は探求モードがデフォルトなんですよね。デフォルトっていうのは初めの状態ってことですね。
で、日常生活の中では実は脳っていうのは探求モードなんですよ。だから慣れ親しんだ普段の日常的な思考っていうのを離れてユニークなアイデアを出そうとする傾向が結構あるんですね。ところが現代人っていうのは現代人の多くはですね、日常生活の中、特に仕事においてマルチタスクを抱えすぎて活用モードに入りっぱなしになってるんですよ。つまり実は我々って自然とは程遠い脳の状態にしちゃってるんですよね。だから疲れを感じやすかったりするんですよ。だから新しいアイデアを生むこともできないし、同じことを繰り返すだけでいっぱいいっぱいの日々になっちゃってるんですよね。で、その活用モードに入りっぱなしの原因って一体何かっていうと、そのマルチタスクの他に多いのは反数思考って言われるんですよね。反数っていうのは繰り返すって意味なんですが、例えば過去の失敗をしたことを怒られたとか失敗そのものに対して頭の中で何度も何度も繰り返しちゃうんですよ。何度もになっちゃってますね。何度も何度も繰り返しちゃうんですよ。で、この反数思考っていうのがうつ病の最大の原因だなんていうふうに言われているんですが、うつ病の人っていうのは集中力がめちゃめちゃ高いんですよ。ね、同じことを繰り返すっていうことは、それだけ、繰り返しても疲れないっていう体の状態になってるってことですからね。ところが想像力っていうのは著しく下がるって言われちゃってるんですよね。だから流れをまとめるとどんなことが起こっているかっていうと、反数思考がまず起きます。失敗してね。で、脳の負荷が高まっちゃうんですよね。もう同じことずっと考えるっていう負荷が高まると。そうすると活用モードに入ってしまって、慣れ親しんだ環境を求めて脳が考えることをやめてしまうということなんですよ。だから、新しいアイデアを考えたり質を高めていきたいっていうものであれば、もう反数思考しないように考える量とか時間を減らすっていうことが欠かせないんですよっていうことが言えるんですね。はい。で、研究チームのまとめとしては、脳が新しいアイデアを出そうとするっていうのは脳の報酬システムと大きな関わりがあると。これどういうことかって後で言います。で、新しいものに注意を向けるのは学習システムと関わりがあるんですよね。で、新しいものを探すっていうのは、実は私たち人間にとっては学びたいっていう欲求と、その新しく学ぶこと自体がもう喜びであるっていうことを本能的に知ってるからやるということなんですよね。ここから言えることっていうのは、時々は考えることをやめて脳を休ませて、で、いざっていう時に脳を働かせてアイデアの方向を解放しようということです。なので、アイデアを出したいけど出せないっていう方は、多分日常的にいろんなことを考えすぎちゃってるんじゃないかなっていうことが言えます。ですから、そうならないためにも、時々は1日1時間とか2時間からで OK なので、何も考えないでぼーっとするとか、ただただ散歩に出かけるとかっていう時間を作ってみてください。そうすると、はっ!って浮かぶ何か自分にとって必要なアイデアとか、今まで浮かばなかったアイデアが浮かぶ瞬間っていうのが出てきますので、ぜひですね、そんな形で脳を働かせず休ませるっていうことも習慣化してみてください。ということで本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。